はい、こちら18日土曜日かな、の東京競馬場お昼前ですね。はい、今日は久々、G1 フェデラリーステークス、野田トラックマンに来てもらいました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ、大黒馬大好き野田さん、金曜日も何見に行ってくれてありがとうございました。芝馬の可能性の方が高いな。よし、分かった。野田さん、そうですね、あなたの野田さんの本命今回何ですか？それほど振ってないよ、レッドルゼル。なるほど。何回も出走してて惜しい競馬って感じですよね。去年は一番人気だったのかな、そういえば。まあ去年は待って、もうすごい競馬だもんね。あれは無理ですよね、ちょっとね。なんかもうペースが遅すぎて馬群固まっちゃって、なんかもう最後みんなは足あるんだけどそのまま入っちゃったみたいな。自分の足は使ってるけどもって感じ。あれ馬群に入ったって時点で終わりだね。ずっと斜め前にソリストサンダーがいて、もう何にもできないまま終わって6着で、2年前が4着か。そうですね。あれはだっての道中うちにいた馬しか上位来なかったから。そうですね。で大外枠で4着でしょ。正直この馬が一番強いんじゃないの、今年のメンバーにで考えて思ったところもやっぱありますね。4着6着って来てるけど、まあそれもね、なんか不完全燃焼だから。なるほど。まあ前回ね、謎の千里ダートなのにラスト3の33秒5なんて出してるくらいだからまあ脚力的な年齢の衰えもないしね。まあ普通に運べれば今年は馬券には絡むんじゃないのと思っています。やっぱ今年ね、ちょっとメンバーがね、サウジアラビアに行った馬も多くて、そうね、能力値の比較ってところになってきますよね。そういうとこです。あと対抗は対抗はレモンポップにしたけど、まあどうだろうねまあ僕本命なんで担当ですし、あれですけど、距離は長いけど、そのさっき言った話ですけど、対戦比較というか、あくまでもね、能力比較の問題ですよね。武蔵野ステークスってちょっと異例なペースでさ、前半サンハロンより後半の方が早いっていう、もう完全にもう前行ったもん勝ちみたいな競馬だった割にはなっていうのもっていうね。ただ今年のメンバーならね、ま、っていうとこ。あと中一周、当時中一周だったのが中二周に空いてね、そのあたり具合もね、だいぶ立て直してるんで。そうだね。で野田さんにしては結構硬いけど、穴は何か必要なものはいますか？穴は探したけど見当たらなかったんだよ。なるほど。なかなか、いや、穴目なら前だと思う、このメンバーだったらね。やっぱりただ、意外と展開読みづらい。なんか絶対これが行くがない時ほど怖いよね。よくフェブラリーステークスどっちかに触れるレースでもありました、めっちゃ速いかめっちゃ遅いかみたいなね。そう、湘南とかヘリオスとかで、ね、すごい気になったんだけど、なぜね、確証が持てない。なるほど。こうしっかり当たる馬券っていうのをじゃあ紹介してくれた感じですかね。馬券というかね、本命をね。展開の確証が持てたら絶対短期逃げだと言えないから、ちょっとね、その点の難しさがあって。なるほどです。これ馬券はどうしますか？3連単でしょ、これだと。人気考えても妙には3連単しかないね。頭固定ですかね。わ、かりました。穴は前だそうです。野田さんのファンの方は一応そこを押さえてもらえると、ただね、打ち切れなかった勇気がなかったわかりました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。